皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は奇妙な怖い話パート6をいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、消えたピアス。俺の住んでる県は田舎なんだけど、都会の県が近い、いわゆるベッドタウンって感じの県。高校生の時に行きがって開けたピアスの穴。シルバー製のリング状のを時々つけてたんよ。結構特徴的だから、まだ覚えてるんだけどね。で、仕事が決まってベッドタウンから都会の県に引っ越ししまして、当然ピアスなんかしていない。さっき書いたピアスなんて家のどこかか、外でなくしてしまったくらいで存在を忘れてた。月日が流れて、彼女とホテルに行った時のこと。ラブホのベッドの上側に溝あるやん。マットレスとベッドの隙間。なぜだかわからないけど、そこの場所を急に見たくなって少しめくったら、そのピアスが挟まってた。初めて行くホテルだし、その時の彼女は知りもしない。怖くなってそのことを話したら、似たものだって、ってからかわれたんだけど、そのリング状のピアスについてる、ガラス玉みたいなのに、はっきりと特徴的な傷をつけてしまったのを思い出して、見てみると、やっぱり自分のものだった。そのことは話さなくて、ピアスも捨てたんだけどあれは何だったんだろう。誰か説明してくれ。第2話、自慢のノイズ。これは、俺が体験した話。怖いというかわけのわからない話なんだけど。ちょっと長文になるけど、時間あったらぜひ読んでみてください。ある友人、仮に A、との話。お互い別のバンドやってて、ある日のライブの打ち上げで仲良くなった。そいつ、音楽さえあれば何にもいらないっていうようなやつでさ。男の俺から見てもルックス悪くないし、金だってある程度持ってるし、ギター、A はギタリストね。半端じゃなくうまい。俺と違ってモテないわけないんだけど、やつ曰く。女に咲いてる時間があったら、お前もギターの練習せんかいって。よく言えば、ストイック。世間一般から見れば普通は、変わり者。そんなやつなんだ。A のバンドとうちらのバンドは、まあ住んでる地域も近いことから、練習では同じスタジオ使ってるんだ。で、タイミングが合えば、同じ日の同じ時間帯にスタジオで出くわすこともあるんだけど、バンドぐるみで仲がいいから、会えば総勢9人、うち5人、A のバンドが4人、でよく遊んだりしてた。ある日、スタジオで会った時、俺たちはバンド練習だけど、A は個人練習で来てた日があった。終わりの時間も近いし、俺と A は帰る方向が一緒なので、車に乗せてくことにしたのよ。その時、A がおかしなことを言い始めた。普通、ギターの音って、どんな達人が弾いてもギターの音するよね。曰く、A にしか出せない音が出るようになったんだって。A は、オリジナリティの確率、とか言って騒いでたっけ。俺もイオン、笑。を出すのは得意だし、結構研究とかもしてたからすごい興味湧いてさ。どんな音？
って聞いたら、令和もったいぶって結局その日は教えてくれなかった。それから数日後、A から電話があったんだ。そこでまず、あれ?と思った。A、今時携帯持ってなかったから、A とは番号交換してないんだよ。お互い用がある時は、お互いのバンドメンバーを通じて、というのが通例だった。まあ俺の番号なんて、知り合い経由でいくらでも入手できるけど。ただ、お知らせ画面。なんか、通知不可能。非通知ならまだしも。まあビビりな俺は非通知拒否にしてるんだけど。出るまで気づかなかったんだけど、まあ出たら A だった、と。すごい興奮した口調でさ。さらにすごい音が出るようになった。一度聞かせてやりたい。で、話聞く限り、もう正規のギターの練習というより、いかにしてノイズを出すかに執着しちゃってんの。実際、その後何度か見せてもらった A のギターには、カッターで削ったような跡がついてたり、弦も2本くらいしか張ってなかったり。聞くと、カッターは、ギターの刃が突き刺さるノイズを出したかった。弦はこの2本だけ張ってあるのが一番ノイズの出がいい、だそうだ。そういう割には、一度もその、自慢のノイズ、を聞かせてはくれなかったのが引っかかったけどわら。もちろんそんなギタリスト、バンドで戦力になるわけもなくほどなくしてクビにされた。さっきも書いたけど、仲間全体仲がいいので、話は A のバンドのリーダーから聞いたが、理由なんて尋ねるまでもない。早急に切り上げてしまった。今考えると、これがそもそもの間違いなのだが、そこら辺から、A の姿を見る機会がぐんと減った。代わりに電話が来る回数が半端じゃなくなった。一日20件とかザラだった。今は仕事もやめて、暗い部屋で一人でギターノイズの研究をしているらしい。さすがに異常だと思った。A の家、アパートで一人暮らし、に行ったが、人の気配がない。ひっそりとしている。ドアにも鍵がかかり、郵便物も溜まっている。まさか夜逃げでもしたんじゃねえだろうな。なんて思いながら、A のアパートからの帰り道、携帯が鳴った。A からだった。俺、おい、お前どこにいんだよ。家にいるんじゃねえのかよ。いるよ。ずっと。俺、嘘つけ。俺たち今お前ん家行ってたんだぞ。誰もいねえじゃん。そこまで言うと、A がいきなり動揺しだした。勝手に来ちゃまずかったかと思ったが、どうもそうではない。そんな、と、嘘だ。のセリフを震えながらずっと繰り返していた。と、突然狂ったように騒ぎ出した。俺は必死でなだめた。俺、おい、落ち着けよ、どうしたんだよ。しばらくそんなことやってると、急に、本当に急に A がものすごい小さな声で、おそらくこう言った。俺は、帰ってなかったんだ。ブツッと電話が切れる。俺たちちんぷんかんぷん。そして、その日の夜、家で晩飯食ってる頃、また電話が鳴る。今度はうちのボーカル、B、からだ。B、おい、
今すぐ〇〇病院来れるか。映画目を覚ましたぞ。俺。何、それ。B、何ってお前。知ってたんだろ？あいつ事故って入院してたの。俺、わぁ。なんじゃそら。そう、俺は映画バンドを首にされた時、映画狂ったから首にしたんだと思ってた。だからあえて事情も聞かなかったし、向こうも察して話さなかった。でも、そこに違いが出てたんだ。本当の話はこうだ。はじめ、俺が A をスタジオから送って行った日から2日後、あいつは事故に遭った。さすがに事故の詳細まではわからないが、それから今までずっと意識がなかったんだそうだ。バンドもヘルプのギターを入れてただけで、A が復活したら元のラインナップに戻るそうだ。ちょっと待て、じゃあ、あの電話。と、ここで終わればただのつまらんオカルト話で終わるんだが、微妙なオチがつく。A と面会できるようになって数日経って、俺は A の病室を訪ねた。そこには、前と変わらない A がいた。両足骨折の重傷なのに、両手はほぼ無傷。担いでたギターもとっさにかばって、ギリギリで壊れてなかったらしい。ギタリストの鏡だなわら。お前ギターさえ持ってなければ、もっと毛が軽かったんじゃねえの。などと軽い談笑しながら、恐る恐る聞いてみることにした。A は言った。俺もそれ、知ってる、と。俺、意識なかったからよくわかんねえけど、なんかずっと夢見てた気がするんだ。夢っていうのかわからないけどさ。その夢の中でノイズ研究、確かにしてたと思う。でも、俺自身は大事なギターに傷つけてる夢の中の俺に腹立ててるんだよ。こいつが俺でさえなけりゃぶっ殺してやる、とか。でも一日で何回か、違う行動をするんだ。風呂とか便所とか、そういうのを除けば、他に俺がする作業は一つだけなんだ。なぜか手元にある携帯で、お前に電話するんだよ。夢ってなんかわけわかんねえじゃん。俺がギター壊すなんて夢でしか考えらんねえしわら。ただ、お前の声っていうか話だけはやたらリアルっていうか。で、ある日お前の声でおい、お前どこにいんだよ、家にいるんじゃねえのかよ。って、聞こえてきて、そうだ、帰らなきゃ、と思ったら、目が覚めてそこは病院だったと。まあお前のおかげで帰ってこれたよ。ありがとなわら。そう言って、微笑んだ。ところが俺はそれどころではない。なんで現実世界の俺と夢の中の A がシンクロしてるんだ。わけがわからない。ひょっとして俺も夢の中にいるとか。はっと気づいて、携帯取り出した。だいたいこういう話で、あったはずの A からの、通知不可能、の着信が消え、俺に友人を連れ戻す力をくれたに違いない。とか感動的なオチが待ってるに違いない、と他力本願な確信をして、願い虚しく着信は、しっかりと履歴に残っていた。通知不可能、がものすごい数。こうなってくるともう俺はわからない。もちろん、仲間が復活したんだから結果オーライではあるのだが、
夢の中の A と、現実に生きる俺が、どうしてシンクロしてしまったのか。長くてごめん、これでラスト。変な話、俺はその間もちろんちゃんとバイトしてたのだから、勤務記録にも残ってるし、そもそもシンクロしてたと思われる時期に。うちのバンドは一回ライブだってやっている。客だっていたし、物販もちょっとだけど売れた。バンドホームページの BBS にだってその日についての書き込みがされてる。そして、その日のライブ後の打ち上げ時に、A から電話を取っている。当時、クビになったと思い込んでいた俺は、A のバンドメンバーも参加していた打ち上げの席で、A からの電話を取っていいものかどうか悩んだのを鮮明に覚えている。まだある。百歩譲って何らかの理由でシンクロしてしまった、としよう。納得いかないが、無理やり納得したとするよ。でもそれにしてもあいつが病院で寝ている間、俺何度かあいつ見てる。スタジオで見かけてる。ギターボロボロにして、こいつらしくないと思ったの覚えてる。ただそっちに関しては、A 本人は知らない。周りは俺も見た、という人と知らない、という人に分かれる。顕著な例では、うちのバンドのメンバー。俺は見た。ボーカルとドラムは言われてみればなんとなくいたような。ベースとギターはそんなわけない、と三つに割れている。スタジオのスタッフさんも見た人と知らない人がいる。その日勤務してた人にわざわざ聞いてみても、回答は一緒だ。現在、A は完全に復活して、また、同じ地域で俺より上手いギタリスト、の地位に立ち、元気にやっているし、俺も、いつまでも負けてられないので頑張っている。完全に元通りに戻ったのだ、A が事故を起こす前に。一つだけ、どうしても解けない不可解な謎が残ったことを除いては、第3話、陰気な会社。3年ほど前、PC 関係の仕事で、小さな旅行会社に派遣で行った。経理担当と業務担当の女性2人と営業男性1人、女性社長だけという本当に小さな会社だった。私の仕事はシステム組んだり、サーバー立てたりと、旅行業務には関係のない仕事だった。経理の女性は仕事をしていたけれど、業務担当の女性は恐ろしく性格の悪いキョデブで、朝から業務終了まで菓子を食べてるか、女性社長と噂話などしているだけで、仕事をしている様子がなかった。営業男性は何をしているのかよくわからなかった。何より不気味だったのは、旅行会社なのに、旅行のお客が来ないこと。1ヶ月だけの仕事だったが、問い合わせの電話が週に1、2件あるだけで、お客さんが入ったことが一度もなかったこと。サーバー管理をしていたので、外国と旅行関係のメールやり取りはあった。女性社長も何をしているのかよくわからず、メールシステムがあるのに、外国とは郵便かファックスで取引をしていた。実害はなかったけれど、陰気で会社という雰囲気が全くなく、気味悪いまま1ヶ月が過ぎ、さっさと次の会社へ行った。それから半年ほど過ぎて、
偶然、その会社のホームページを見つけた。あの会社とは思えない明るい雰囲気で活気のあるホームページで、いろいろ観覧していくうちに、何かが違うことに気づいた。社員たちの写真があったが、あの時の社員と全く違い人数も多かった。社長も男性で何もかもが違う。その会社は東京だったが、ホームページの会社は関西だった。けれども、会社の名前、ロゴから取り扱っている業務まで全てが同じだった。お客を装い、関西の会社に東京に支社があるのなら、そちらに問い合わせたいみたいなメールを出したら、私どもは、20年以上関西のこの店舗だけで営業しております。お客様の勘違いではないでしょうか。という答えが来た。気味悪くなり、東京の店舗があったところへ行ってみると、その旅行会社は入っていたビルごとなくなって更地になっていた。一ヶ月通ったあの旅行会社は何だったんだろう。第4話、聞いてない。今日起きた出来事です。ここ一週間で自分は都市伝説をはじめ、オカルト的なものにハマってしまいました。そして一番怖いと思ったのが、一人かくれんぼ。それを知った瞬間、同時に恐怖の時にしか味わえない快感を得たような気がしました。2、3日前に自分は会社の上司にその、一人かくれんぼ、の話をしました。上司も怖い動画とかをよく見る人なのですが、あ、それ知ってるかも。と互いに興奮し合って話を盛り上げていきました。ああそうそう、人形を使うんだよな、とか、風呂場、そう風呂場なんだよ、怖え。とか上司も大体は知っているようでした。ところが今日また、一人かくれんぼ、の話を切り出すと、え、何それ、と今知ったような口ぶり。何言ってんですか、ちょっと前に喋ったじゃないですか。とからかわれているんだと思い、半分怒ってまくし立てあげると。いや、本当に俺それ聞くの初めてだぜ。と言うんです、なばかな。まず用意するのは、そしてその塩水を、とあの時と同じように上司に話すのに、マジで知らねえよ、と笑われました。本当に俺に喋ったの、とも言われる始末、確かに自分は上司に喋ったんだって、そう叫んでも上司は、はいはい、と優しい目で見てくるだけ。本当に俺に喋ったの。じゃあ上司でないなら自分は誰と喋っていたの。他の社員、うちは中小企業のかなり小規模な会社なので10人もいません。に、一人かくれんぼの話自分から聞きました。と聞いても、知らないと。みんな横に首を振る人ばかり。なんだか自分自身に馬鹿されたような気がしました。かく言う自分も情緒不安定になってから3ヶ月目、そろそろ病院に行こうかと思いました。第5話、折り詰め。近所の中華屋でラーメンを食ったんだが、金を払おうとしたら、店主がいらないと言うんだ。今日でお店終わり。あなたが最後のお客さん。ひいきにしてくれてありがとう。これ、お土産。
と、折り詰めを二つくれた。俺は何と言っていいかわかんなかったけど、とても残念です。お土産、ありがたく頂戴します。お疲れ様でした。と挨拶して店を出たんだ。折り詰めの中を見たら、餃子やら春巻きやら唐揚げやらが、みっしりと詰まってる。ちょっと一人じゃ食べきれないボリューム。面白い体験だな。得しちゃったな。と、楽しくなってさ。帰り道、友人に電話して、経緯を話してから、今、俺んとこに来たら、中華オードブルがたらふく食えるぜ、と誘ったんだよ。すると、友人は変なことを言うんだ。その折り詰めの中身、食ったのか？食ってないよ。いいか、絶対食うな。それから、絶対アパートに戻るな。そうだな、駅前のコンビニに行け。車で迎えに行ってやるから。どういうことか全然わかんないんだけど。説明は後だ。人のいるところが安全だ。コンビニに着いたら電話くれ。とにかく俺はコンビニに向かったよ。で、友人に電話した。着いたよ。こっちももうすぐ着く。誰かに後をつけられたりしてないか。お前大丈夫か？それはこっちのセリフだな。それから、友人と連絡が取れなくなった。携帯が繋がらない。小一時間、コンビニで待ってたけど、友人は現れない。友人が言った、絶対アパートに戻るな、というのが、なぜか頭に残ってたから、ネットカフェで朝まで過ごし、始発で実家に帰った。今も実家でゴロゴロしてる。他の友人に尋ねても、そいつとは連絡が取れないそうだ。そろそろ学校も始まるし、友人の消息も気になる。折り詰めはコンビニのゴミ箱に捨てた。以前、中華屋で折り詰めをもらったものです。9月も中頃を過ぎて、さすがに実家に居づらくなったのでアパートに戻ってみた。晩飯にコンビニ弁当を食っていると、お隣の人が来たんだ。ちょっといいかな、って感じて。もう、大丈夫なのか、って聞かれたんで、すごくびっくりした。なんで知ってんの？でも、お隣の人が続けた話にもっとびっくりした。夜中に柄の悪い男が、あんたの部屋のドアやら壁やらをガンガン蹴ってたんだよ。借金かなんかでヤクザとトラブったのかと思った。しばらくあんたの顔も見なかったし。でも、あんたも戻ってきたんだしね。詮索はしないよ。帰ろうとするお隣の人を引き止めて聞いた。それはいつ頃のことですか？ 8 月の終わり頃と、先週くらいかな。先週のは、しつこく蹴ってたから、警察呼ぶぞ。って言ってやったら、すぐ引き上げたみたいだな。もしかして、知らなかった？俺が半笑いな感じでうなずいたら、お隣の人は無言で出て行った。俺も即、部屋を出た。それから、カプセルホテルとかを転々としてる。実家にまた戻るのいいんだろうけど、よくわからない災いをもたらしそうで、正直怖い。とにかく、
消息不明の友人に話を聞くのが解決の近道と、学校の知人と連絡を取り合ってるが、未だ音信不通。どうしよう。すいません。以前、中華屋で折り詰めをもらったものです。消息不明の知人が、自殺していたことが判明しました。俺は学校を辞めました。アパートも引き払いました。多分、これで終わりになるでしょう。本当の最後として、俺が消息不明の友人となんとか連絡を取ろうとしていた時、頼りにしていた奴がいた。そいつは、友人と古くからの付き合いで、そいつならば、友人の居場所の見当もつくんじゃないか、俺はそう思ってた。アパートから二度目の逃亡で、カプセルホテルに滞在中、そいつから携帯に電話があった。お前に嘘をついていたことを、まずは謝る。実は俺はお前から友人のことを問われた時には、友人が自殺したことを知っていた。車庫で首を吊っていたそうだ。通夜の晩、俺は親御さんから呼ばれて、別室で話をした。親御さんは、自殺する理由がどうしてもわからない、とおっしゃる。俺も、全く思い当たることがない、と答えた。すると親御さんは携帯電話を俺に見せた。友人の携帯電話だ。握りしめたまま息絶えていたそうだ。遺書らしきものはなかった。もしかすると、この携帯に何かメッセージがあるのでないか。そう親御さんは考えて、俺に確認してくれとおっしゃった。俺はちょっと奇妙な感じがしたが、親御さんに昨日と操作を説明しつつ、中を見た。録音もなし、メモもなし。次に発信履歴を見た。そこには、〇〇〇という名前がずらっと並んでいた。全部不在だった。友人は、多分、自殺する直前まで、〇〇〇に電話をかけ続けていたんだろう。履歴のページがその名前で埋め尽くすまで。さらに、着信履歴を見た。お前の名前があった。俺は正直に、親御さんに説明した。お前から友人に電話があり、しばらく会話した後、友人は〇〇〇に電話を何度もかけたが繋がらなかった。そして、友人は間違いを犯した。その後、お前が友人に何度か電話をかけた。とね。親御さんに、お前のことと、〇〇〇について聞かれた。俺は知っていることを全部教えた。〇〇〇は何のことかわからなかったから、わからない、と答えた。コンビニで待ちぼうけを食ったあの晩に、すでに友人は自殺していたんだ。〇〇〇といえば、あの中華屋の店の名前。そいつの話はまだ続いたが、もうどうでもよくなった。ただ、この町にいるのはよくない。災いがやってくる。だから、逃げることにしたんだ。さようなら。第6話、謎の女。俺がまだ中学の頃の話。バスケ部だったから、体育館の中で練習をしているとき、他校の生徒らしき集団が見学に来ていた。体操着を見るとどこかの学校だと思ったが、どこの学校かはわからなかった。
その集団の中の一人の女が俺に話しかけてきた。なぜか妙に慣れ慣れしくて、前に一度会ったことがあるとでも言うような接し方。こっちとしては、何とも言えない気分で。なんで、俺に話しかけてるんだ、という思いがあった。そして、部活が終わり学校を出た。なんとなく体育館を振り返ってみると、体育館のずっと高いところにある窓、はしごを使って登らなければならない、から、さっきの女が直立の姿勢でこちらを見ていた。その時の女の表情は無表情で、なぜそんな誰も登らないような高い窓から見下ろしているんだろうと思った。しかも、俺と目があったにもかかわらず、ただ無表情でこちらを見ていた。その時は、不気味さより苛立ちがあったように思う。家に帰宅して、夕食を食べて2階にある自分の部屋でくつろいでいたら、下の方で母親とお客さんが話しているような声が聞こえてきた。結構、長い間話し声が聞こえてきているので、気になって部屋から出て話し声に耳を傾けた。なんだか深刻そうな話題のようで、子供心に、これは、やばいことの話、だなという感じがわかった。そして、階段の下を見下ろすと、母親とさっきの女が一対一で会話をしていた。母親はいつにも増して、早口で深刻そうな話し方。その女は今にも泣きそうな話し方だったのを覚えている。その翌日だったと思うが、うちで飼っていた犬が行方不明になった。首輪だけが綺麗に残されていたため、きっと誰かがいたずらしたのだろう。俺はその女がやったような気がしてしょうがなかったが、証拠もないため誰にも言わなかった。なぜ、俺がそう思ったのかという理由は、その女が前日、俺の母親との会話で泣きそうな話し方をしている中に、怨念のようなものが含まれていたのを感じたからだ。前日の会話で何があったのか俺にはわからなかったが、その女が学校で俺に直接接触してきたことや、母親と何か深刻な話をしていたことからもわかるように、自分たちの家族に関わっていることは確かだった。俺はそのことが気になっていたが、親に直接聞くことは、何かタブーに触れてしまうような気がして怖くて聞けなかった。それから、数日後の夏、中学生が水死体で発見されるという事件があった。その生徒は他校の生徒だったが、中学生の頃はこういった類の話はあっという間に広まり、学校内はその話で持ちきりだった。そして、その生徒の顔写真もうちの学校では、なぜか出回っていた。俺がその写真を見た時は驚いた。その女だったからだ。自殺？なぜ？何があったんだ？今現在、何があったのかはわからないままです。家の中でもその話題はしません。でも、なぜ俺が今頃になって、この話を思い出したのかというと、最近、その女が夢の中に出てくるからなんです。あの女が体育館の窓から見下ろしている時の情景が、ホラー映画のように不気味な映像になって夢に出てくるんです。そして、
何よりも不気味なのはその女の顔を見ると、のっぺらぼうやマネキンのように何もない白い顔。どんな顔だったかは今でも思い出せません。第7話、遺言を守るべきか否か。結構長いです。3日前に母親が亡くなったんだが、その時母親から変な話を聞かされた。今から3ヶ月ほど前に母親が職場で体調を崩し、救急車で病院に運ばれた。病名は食道癌。もうあまり長くないと、母とおばさん、母の姉、に告げられたそうだ。病名は受験を控えた俺に影響を与えぬため、疲労が原因でしばらく入院するとだけ教えてくれた。特に重い病気じゃないと知り、俺は母親を放って受験勉強に明け暮れていた。母は俺が中1の時に父と離婚したので、家では俺一人だけの生活だった。飯等はバイトの給料で食べたり、おばさんが飯を作りに来てくれたりしてた。ちなみに親父は2年前に同じく食道癌で亡くなった。母が入院してた3ヶ月の間に見舞いに行ったのは3回だけだった。1回目は母が入院した初日。いつも仕事で疲れイライラしてる母は、俺とまともに話すことがあまりなかったため、少し緊張したのを覚えている。母が、勉強頑張ってるの。と、小学生の時によく見た優しい笑顔で話しかけてくれた。一気に緊張が解けた俺は、志望校の模試判定が低かったことや、学校のことを話し始めた。母親は、だったら勉強頑張らないと。小さい頃からやればできる子、などと、ここ最近の母親とは思えないぐらい優しく励ましてくれた。久しぶりに母親と会話を楽しみ、2時間ぐらい経った頃に、外が暗くなってきたので帰ることにした。母親には、近いうちにまた行く、と言ったが、勉強とバイトの両立が忙しく結局全く行かなかった。そして受験が終え、久しぶりに病院に行った。母親が異常に肌白くすごく痩せていた。もうその時は頭が真っ白になり呆然とした。病気良くないの。と心配そうに母に聞くと、母親は半泣きになりながら、自分は癌だと教えてくれた。いきなり突きつけられた現実にショックを受けた。もう泣きそうだったがとにかく我慢してた。治らないのか。と聞くと、ごめんね、と優しい笑顔で返答した。生活費は〇〇がアルバイトして稼いでもらわないと困るけど、大学のお金はちゃんと銀行にあるから心配しないで。と言ってきた。もう正直そんなのどうでもよかった。とにかく母の安否だけが心配でずっと呆然としていた。そんな中母がいきなり変なことを言い出した。お母さんは呪われているの。と言ってきて俺はハテナ状態だった。もは続ける。お父さんが昔、女の人を傷つけて、女の人が死んじゃったの。親父が母と離婚したきっかけは親父が逮捕されたから。なぜ逮捕されたかは未だに知らないが、おそらくその死んだ女性と関係あると思う。だからお母さんは死んじゃうけど〇〇は大丈夫だから、
全く意味がわからず色々聞いても何も答えてくれず、大学頑張りなさい。しか言ってくれなかった。最後に、おばあちゃんのお墓に行ってお参りしなさい。もう病院には来ちゃダメ。お母さんは丸々と今日会えて本当に嬉しかった。電話はするから心配しなくて大丈夫。本当に何が何だか全くわからず、いろいろ考えながらその日は病院を後にした。翌日から母親とは毎日電話をしたが、やはり病院には来ないでいいと言われた。電話では弱っていく自分を見て欲しくないと言ってたが。で、3日前におばさんから電話が入り、危篤状態だからすぐに病院に来なさいと言われ、即刻病院に行ったがもう手遅れ。最後の顔を見たかったので遺体を見せてくれと頼んだが、おばさんに、あんたが見てきたお母さんじゃなくなってるからやめなさい。と言われ見せてもらえなかった。病室にすら入れさせてもらえなかった。おばさんに母からの俺宛てに書いた手紙をもらった。内容はこんな感じ。この手紙を見たらすぐにおばあちゃんのお墓参りに行きなさい。お母さんの葬式には出たらダメ。お父さんのお墓参りはしちゃダメ。これってどうなんですか？呪いとか全く知識ないが、手紙に書いてあることをしなければどうなるんですか？まだおばあちゃんのお墓参りはしてませんが、近いうちにするつもりです。第8話、時空の歪み。ガキの頃、夏の蒸し暑い夜の出来事。あまりに暑いので家族のものから、アイスを買ってくるよう頼まれた。当時、街灯もまばらな田舎に住んでいた俺は、8時過ぎくらいに家を出て、片道10分くらいの一本道を通って、町の雑貨屋に行った。アイスを人数分買って帰り道に差し掛かった時、なんとも嫌な空気を感じた。大して気にもせず家に向かうと、突然背後から声をかけられた。20代くらいの若い女性だった。暗がりでよく見えないが、髪が長く綺麗な感じだったのを覚えている。この道はどこへ続くのですか？そんなことを聞かれたと思う。俺は歩きながらその人と話した。別に怖くもなかったし、子供だったのか大した疑問や疑いもなかった。しばらくすると、当然家の前に着いたので、僕んちここなんで、と言って失礼した。ただいま、家に帰ると家族がカンカンに怒っている。今まで何してたんだ。もう12時過ぎだぞ。往復30分もかからない道なのに。暑い夏の夜、なぜかアイスは溶けてはいなかった。もう30年も前の出来事だ。第9話、特番。シャレにならんほどってわけでもないですが、昔体験したちょっと変な話。当時私は小学生だったのですが、小学生って怖い番組が好きな子多いですよね。クラスでも、奇跡体験アンマルリーバボー、や、USO ジャマルーン、東京府体験を特集した番組が流行っていました。特に私は怪談が好きで、毎日友達と昨日見た番組の話をしていました。ある日私はいつものように、
アマルビリーバボーの時間帯にテレビをつけたのです。すると画面に映ったのは北野たけしではなく、ジャニーズ系の男の子たち、5人ほどいて、まるでクイズ番組の参加者のように回答席に座っている。でした。まるで USO 丸屋パンのように。あれ、USO は土曜日のはず。当時の私は根っからのジャニーズ好きで、テレビに出るような大体のメンバーは把握していたのですが、その男の子たちには全く見覚えがありませんでした。新人のタレントさんかな、とも思ったのですが、なかなか喋りもうまく、まるで熟練の司会者のように番組を展開させていくのです。どうやらその番組は視聴者投稿型の怪談特集のようでした。投稿された話をもとに VTR を流すのですが、その VTR の怖いこと、正直ゴールデンタイムに放送していいのだろうか、というほど恐ろしいものもグロいものもあり、子供の私は凍りついて見ていました。どうやら生放送のようで、アドリブらしき会話も飛び交います。1時間ほどでその番組は終了し、恐怖冷めやらぬ私はお風呂に入ることもできずに祖母の布団に潜り込んで眠りにつきました。次の日、学校に行った私は、いの一番に昨日の特番の話を友達に報告しました。すると友達は、昨日はアンビマルーバボーを見ていたから、その特番は見れなかった、というのです。何言ってるの？昨日は確かにアンビリーマルボーのチャンネルであの番組をやっていたのに。はて、と思い、他の子にも聞いたところ、皆一様に、昨日はアンビリーバマルーを見ていた。と答えるのです。家に帰って、昨日の新聞のテレビ欄を見てみると、確かにあの時間帯、マルンビリーバボーは番組枠に入っているのです。同じ時間帯のどのチャンネルを見ても、あの番組は入っていませんでした。仮に特番だとしても、確かにあのチャンネルだったのです。司会者の顔は今でも覚えています。第10話、弟。幼稚園の頃、1歳違いの弟と近所の公園で遊び、家に帰る途中の出来事。その日、なぜか弟は足がのろく、何度も先に行ってしまいそうになった。やがて自分と弟との距離は50、100メートルと空いていった。道は長い直線。母親に弟を責任持って連れて帰ってきて、誘拐とかあると怖いからと言われていたので、自分は後ろを振り返り、弟の姿を確認しつつ歩いていたのだが、距離は不思議に広がるばかり。ついにその道を大きく曲がって、自分一人家に着いてしまった。するとテレビの前で弟が寝っ転がっているではないか。状況が飲み込めず、もう一度長い直線の道まで引き返したが、すでにそこには弟の姿はなかった。川を挟んでいるので弟が近回りしたとはとても思えない。心配してずっと見てたし。だからテレビの前の弟を本当の弟だと考えることにした。今考えれば、遊んでいた弟はどこに行ってしまったのだろう。気になる。
第11話、レインボーロード。思い出したから書いてみた。今でも不思議。長いので分けます。あれは今からちょうど6年前、忘れもしない高校1年生の夏の終わりのある日のことでした。自転車で自宅から10キロ離れている学校に友達と通っていた僕は、春の頃よりだいぶ道に慣れ、当初1時間と少しかかっていた時間も、1時間を切れるようになっていました。しかし、体感的にはそれほど早くなったとは思えませんでした。というのも10キロのうち8キロは一直線の道路だからです。田舎道をきれいに舗装したという感じで、夏の暑い日は陽炎がいつまでも見えていました。そして夏休みも終わりに近づいてきたある日、部活が終わり、時計は20時を回っていたでしょうか。真っ暗になるまで遊んでから、僕は友達と二人で帰りました。その日は自転車がなかったので、友達の荷台に乗せてもらって二人乗りで帰りました。僕らはさっきまではしゃいでいた余韻が消えなかったのか、いつもと違う道から帰ろう。と決め、方向は変えずに適当な細道を見つけ、自転車を走らせました。そこは古い住宅地の間の道であまり広くなく、くねくねした道でした。街灯も点々としていて暗く、荷台でぼーっとしていた僕は、どこを走っているのかすぐわからなくなりました。また少し経つと今度は街灯がほとんどない。少し寂しい道になりました。夏の夜特有のじめっとした匂いが鼻につきました。ここでは自転車の小さいライトだけが頼りでした。僕、ここ暗いねー。友達、今どこら辺なんだろうね。同じことを考えていました。しかしまだ学校を出てから10分も経っていません。二人乗り出し道はわからないし、今日は時間かかるな。親に怒られる？そう考えていた時、後ろで立ち乗りしていた僕は、自宅近くの公園内にある、大きな水銀灯の明かりを見つけました。いつもの道から帰る時もそれが見えたら、ああ、もうすぐだ。なんて思って目印にしていたんですが、その日はあまりにも早く視界に入ってきました。僕、ねえ、あれ〇〇公園じゃない？友達、え。あれ、ほんとだ。もう着いた？僕、そうだよね。でもまだ10分ちょいしか経ってないんだけど。友達、嘘。学校から出るときに僕は時間を確認しました。確かにまだ20時で、時計は全然進んでないんです。街を一つ越えるので最初はその街の公園かとも思いました。そうして友達と、はてなになりながら、相変わらず暗い道を走っていると、急にいつも通る直線道路にある、暗い街灯も視界に入ってきました。横道に出たようです。見慣れた景色に安心した僕らはほっとしました。正直真っ暗い道で少し怖かったのです。結局僕らは二人乗りだったにもかかわらず、15分とかからずに帰ってきてしまいました。そして次の日、もう一度通ってみようとしたんですが、なぜかうまく思い出せず、周囲を探しては見たものの、二
二人とも道を見つけることはできませんでした。しかしそれから特に深く追求することもなく、その道をレインボーロードと名付け、とにかく不思議な体験をした思い出として胸にしまいました。でも、今思うとあの時通った道は本当に何だったのか。途中、もしかして時空が歪んでるところに入って飛ばされてしまったのだろうか。縁があって同じ大学に進んだその友達とは、6年経った今でも思い返して話題にするんですが、真相はつかめていません。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。